パチンコ屋の駐車場で車の中で弟と二人待たされた2時間、袋いっぱいにお菓子を持って出てきた父親、母さんにはパチンコ屋行ったの内緒だぞと言いながら車の窓ぐるぐる回し開け一服、最近タバコはやめたらしいね。ああ子供の頃わからなかったが今ならわかる、父は本当はやりたいこと夢があったが俺が生まれるから諦め、朝まだ暗いうちに家を出て片道1時間ちょっとの会社や、小さい頃は単身赴任や夜勤、ほとんど顔合わせてないがたまに段ボールで送られてきたおもちゃ、これは福島の山あいの何もない田舎町の話や、ここじゃおのずと狭くなるしや、でもその分自分の足元や手元がよく見えた、たまに連れてってくれた家族旅行、山中湖初めて見た富士山の大きさに自分の小ささを重ねたりした。親の心を子は知らずして育つけれど、育つ間にその心はずっと染みついていて、一生色褪せることはない、何度世間の荒波に揉まれようが一生色が褪せることはない、立派かどうかなんてここに関しては世間が決めるものなんかじゃない、その背中を見て育つが、いつかの肩車からの眺めのように自分が見れなかった景色まで見てほしいという願いは、今日という日を不器用ながら教科書にはないやり方で少しずつ登っていく、いつかお互い見た景色を酒の魚に一杯やりましょう、長男の俺への期待、公文式サッカー部全てうまくいかず、真面目なのに頭が悪い、中学生の時に卓球の大会への送り迎え、高校生の時少し無視したりしてごめんなさい、買ってもらったスニーカーの紐はまだほどけてない、大学1年の時とっても病んで全てが嫌になってしまった、父は仕事終わり2時間半車走らせ夜中にアパートに来た、そしてお前がハンドルを握り今度は俺を家まで送れと言った、大雨の中振り返れば人生がまだ始まったばっかりなのに、その全てが嫌になってた俺は直線の道路でハンドルを左に切ろうとした、父は言った、そのまままっすぐ行け、今でもわからないけどあれから前を見るようになった、大学卒業して県外へ、本当は地元で就職して欲しかった父に手を振った、その後就職した会社を勝手に辞めて東京に行くことへの反対を押し切られ、背を向けた新白川はその後も東京で音楽を続ける自分をずっと反対してた、実家に帰るたびに口論になり、どうしようもない29歳になりサマーソニックに出れることになったと母にだけ伝えた、その年の年末に父がなぜか現場に来ないとわからない、サマソニのライブ中に雨が降ったことを知ってた、後に母が教えてくれた、確かにあの日父は一人バイクで出かけ日焼けして帰ってきたと、親の心を子は知らずして育つけれど、育つ間にその心はずっと染みついていて、一生色褪せることはない、何度世間の荒波に揉まれようが一生色が褪せることはない、立派かどうかなんてここに関しては世間が決めるものなんかじゃない、その背中を見て育つが、いつかの肩車からの眺めのように自分が見れなかった景色まで見てほしいという願いは、今日という日を不器用ながら教科書にはないやり方で少しずつ登っていく、いつかお互い見た景色を酒の肴にいっぱいやりましょう。